今日も遅刻したらコッパみじんにしてやるところだったんだがな。さて、全員揃ったようだし、早速始めよう。皆も知っている通り、今日は正式な白狼になるための試験の日だ。オーデルの森の6つのエリアの魔物を退治する任務だ。お前たちにとっては初めての実戦とも言えよう。魔物の餌になりたくないなら、気を引き締めて戦闘に臨むように。さて、元気に出発し、やるじゃないか。一つ目のエリアの退治に成功したぞ。いいぞ。こうして汗を流した経験こそが、後にきっとお前らの命を守ってくれるはずだ。二人一組になり、残りのエリアを全て退治するのだ。堂々たる正式白狼になれるよう健闘を祈る。ではオシリスの栄光があらんことを、ついに試験が始まったな。とりあえずクレアと合流して残りのエリアを処理していくか。初めての実戦を無事に終えましたね。じゃあこの調子で次の任務に挑戦してみましょうか。試験に合格するにはこのエリアも退治が必要です。ところにいたのか、この間抜けが。君か。せっかく初めての実戦でいい装備を獲得しておいて置いていくとは、魔物に食われたいのか。さっさと装着しろ。こっちだ。魔物なんか全部やっつけてやる。これからはますます強い魔物に遭遇する。だから戦闘で獲得する装備をうまく活用して、
クレア、魔法学校の訓練はちゃんと終えたか？でもこれって正式な白狼になるためのテストなんだよね。緊張するな。リンは平気なの？おいおい、魔法学校の優等生だろ、大げさなこと言うなよ。それにオーデルの森って割と安全なところだろ。訓練で相手した下級の魔物もそこで捕まえてきたし。それでも野生の魔物なんだから訓練の時とは違うよ。所詮下級の魔物だろ、俺が全部やっつけてやるから心配するなよ。そんなに怖いなら俺の後ろに隠れてるんだな。なんだ、遠慮しとくわ。また大きな顔するんでしょ。ま、美しい少女を守るっていうリーンの行為を断るつもりはないけどね。はあ、何それ。早く行こう、今日中に合格するなら急がないと。リン、待って。急ぐのはいいけど、ログインは済ませてから行こうよ。ログイン？こっちよ。ここでログイン報酬をタップすると、じゃあ今日のログイン報酬をもらってみようよ。ここはストーン門の住処。最近少し増加しましたが、簡単に退治できるでしょう。うぅ、やっぱり緊張するな。ここまで来て何言ってるんだよ。さあ、早く行こうぜ。魔物と戦う白狼に力を貸したい人々が時
時々宝箱を置いているって話聞いたことあるよ。普通探しにくい場所に隠されてるんだけど、こんなに見つかりやすい場所にあるなんて、誰かが私たちを助けるためにわざと置いたんじゃ。まさか俺の目がいいからだよ。なあ、残りの退治エリアはどっちに行けばいいんだ。試験を受けに来た見習い白狼か。退治エリアは左の方に行けばいいが、気をつけるんだな。昨日も半分以上が合格できず運ばれていったんだ。正式な白狼になるのもいいが、無理すると命が危ないぞ。心配するな、真っ白にはストーンモンなんかすぐやっつけるさ。行こうぜクレア。ちょっと待て、危険の入り口に足を踏み入れる前に、俺たちのような白狼にとって星や剣の啓示より大事なものはないだろう。ベルガンディさん。そう、白狼の運命を占う方だ。詳しいことは直接会って聞くといい。さあこっちだ。ようこそ冒険に出る白狼の方々ですね。どうしてそれを。そのくらい占わなくても分かりますよ。ではこちらから運命のカードを選んでください。新たな冒険を祝福して、今回だけは鑑定料はいりません。ありがとうございます。じゃあこれを引いてみようかな。運命なんかぶっ潰してやれ。はあ、魔物なんか全部やっつけてやる。
おい、大丈夫か？ありがとう。あれ、もしかしてフレア様？誰だっけ？僕は、ああ、毎週月曜日にうちのロレアンベーカリーに来てくれるお客様ですよね。僕のことを覚えて、やっぱりクレア様も僕に気があったんですね。はあ？必ずこの試験に合格し、クレア様に告白してみせます。待っていてください。正式な白狼になって、またパイヤにお邪魔しますから。誰？あいつ、まさかお前のことが好きなのか？うん、一人や二人じゃないのよ。告白の手紙だって部屋に100通以上あるんだから。え？ 100通？それじゃあその中に気に入ったやつでもいるのかよ。そうね、正式な白狼になったら一度じっくり読んでみようかな。今恋なんかしてる場合かよ。正式な白狼になったらもっと任務に集中すべきだろ。もうなんで怒るの？ねえってば。リーン、待ってよ。次のエリアに行こうぜ。リーン、なんでそんなに急ぐのよ。告白の手紙が100通？早くあんな奴らよりかっこいい白狼になるんだ。俺たちが休んでいる間もどこかで魔物に襲われている人がいるかもしれないんだぞ。急ぐんだ。あら、リーン、珍しいわね。見直したわ。よし、ちょっとついてきて。闇雲に突っ込んでいくよりいい方法があるの、教えてあげる。ここでは私たちが実績を達成すると報酬をもらえるの。報酬を。正式な白狼になるまであと少しですよ。
気をつけてください。まだ寝ぼけてはいましたが、間違いなくこの近くで私より10倍は大きい魔物を見ましたよ。魔物なんか全部やっつけてやる。